何やってるの？やっぱり本当の野菜で一日に必要な野菜を取った方がいいのかなと思って。でも毎日 350g なんて食べられません。これならスティック一つでそのサラダと同じよ。え？そうなんですか？スープに？ヨーグルトに？こんなの序の口よ。これ以外にも青汁一番生絞りには美味しいレシピが満載なんだから。あー美味しい。ここで青汁一番生絞りを楽しむ簡単で美味しいレシピをちょっとだけご紹介します。豆乳青汁ドリンク。カルシウム、タンパク質などの栄養価も上がり味もマイルドに。青汁はちみつドリンク。はちみつと青汁の組み合わせで疲労回復に。青汁リンゴジュース。ビタミンとミネラルがたっぷり、老化防止や美容に。青汁ヨーグルト。青汁のミネラルにビフィズス菌の相乗効果でお腹の調子も順調に。青汁コーンポタージュ。時間のない現代人の朝食に最適。青汁なんて飲み続けられない、飲んでほしいのに家族が飲んでくれない、そういう時にはこのレシピを活用してあなたの大切な人の健康を守ってあげてください。